銀シャリうなぎです、はい、今日はですね、あの職人シリーズということでございまして、ね、勝手に鳴らしとんの、うなぎが何かに挑戦するという何かを言わんかい、シリーズとなっております、もうこれ着てる時はね、あの職人シリーズだと思っていたそういうもんなの、結構なんです制服みたいな、今回ですね、何に挑戦するかと言いますとね、納豆、どこで買ってんの、納豆ね、僕好きでよく食べるんですけど、茶色いな全部、まあ美味しいですよ、美味しいですけど、このなんか噛んでたら、あの大豆のパサパサ感っていうんですかね、若干この説明してから橋本や前ぐらいにザラザラっていう食感がね、僕ちょっとあんま好きじゃないです。なるほどね、何か変わるもんないかなと思ったら、このもう見えてましたね、餅なんちゃうかと思って、この団子、どっちでいくの、餅かだるか、米でできてるんですよ、で、この団子の食感、そしてこの大豆の味も欲しいっていうので、この粘り気だけを残す、うん、だから、ぐーってかき混ぜて、粘り気をたくさん出して、うん、この大豆だけを取り除いて、うん、ほんでこの大豆の大きさにした団子を入れて食べるっていう、はい、そして、うんうん、タレはね、この卵醤油タレなんですよ。いやそれはどうでもいいわ、これね、米なんでね、めちゃくちゃ僕はうまいと踏んでます。これに今日は挑戦していきたいと思います。大豆を取り出してって言うからややこしい、糸だけを抽出してって言うたよね、納豆の糸だけを、団子を大豆の大きさにしましょうか、茶色いな、大豆をね、一つこれです、これぐらいの大きさに、クローゼットも横の扉もな、お盆も全部茶色いな、納豆も、この大豆が何粒あるのかっていうね、そこも一個落ちてるぞ、一つ大体表面で一つ落ちてるぞ、40粒ぐらいやと思うんです、もうパッと見、いやもっとある、40粒が2、3段、まあ3段積まれてるとして120粒ぐらい、ああそういうことね、やってると思うんです、これは、はい、だからそれぐらい、作ったらいいかな、段数で言うなよ、こうちぎっていったんですよね、もうだいぶやっぱだいぶひっつきますね、手にきちゃね、こんな感じですね、あ、そういうこと、でもひっついていいんですよ、この粘り気がね、あの大事です、ね、大豆サイズの餅つくの、ね、これちょっとだる、これじゃラチ開かないんで、ちょっと秘策考えてます、可動域ハサミをね、もう使わせていただきます、ハサミで、うまいこと切っていくっていう感じですね、怖え、危ない、結構食べてみます、めちゃめちゃうまいっすね、食べるの遅い、ちっちゃい団子もうまいっすね、最初に食べたくなる、わー団子なりしますわ、あの1個食べたと同量ぐらいの味します、何言うとんねん、同じパワー持ってるみたいな、うわー65、うわきちゃね、糸引いとるやないか団子が、一試合そんだけ糸引き出したらイライラしてきました雑やな、ちょっと中ダメっすね、自分で勝手にやってる、中ダメなんでちょっと食べて次、まず次ほんなら、白の2つ目、うわうまそうっすね、白がまた、そうか、豆のズルってなんのが嫌でもね、ザラザラ感、いやこれしんどいな、来ました、時間かかるやん、さあ来ました、1本でいろいろ出てきました、まあ真ん中にね納豆あるの分かりますかね、うわーこぼれんぞお前危ない危ない、これはちょっとうまそうですね、次に全然うまそうじゃないよ、納豆のね粘り気を出して、大豆だけを抽出します。
粘り気が残ってるっていうことは、僕ね、大豆の味もしっかりすると思うんですよね。今やったら大豆だけを避けていきます。クレラップ下に置くの、もう片付けろ。これなかなかな、なかなかすごい粘り気、ね、今日これをお前寝室でやったのかな、これ。うわー欲しい。臭いやろ。ちょっともったいないですわ、粘り気が。ちょっとだけ残っておきたいんですけど、だいぶむずいっすね。こういうのをね、残したいんですよ。そうな。うわーちょっともったいないな。雑いな、糸も取れてるよ。くそー、欲しいな、この粘り。これ、あ、でもちょっと待ってください。ここにめちゃくちゃ粘り気が集中してますわ。混ぜたからね。ほら、もう一回混ぜたから。抽出、あ、もったいない、もったいない。これ、これもったいない。抽出します、抽出します。すごい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 。いけんだけ粘り気を抽出できました。この容器の中にね、いやいやいや、それはもうそうなんです。粘り気粘り気の味にね。粘り気だけ、粘り気残ってますわ。粘りがほら、ほんまにいいじゃんと思ってたね。ちょっと見栄えこそあれですけど、ただ団子なんでひっつきます。団子自体がもう粘りなんで、ちょっと頭、これ団子がひっつく。なんとかいきました。ちょっとね、団子自体の粘り気を計算してなくてね、まとまってしまいましたけど、ここでこの、わっ、すげえ、納豆の粘り気残ってる残ってる。これで私どんな味するのか。まずそう。卵醤油だれを入れます。卵醤油の味は、これは楽しみですね。どんな感じなのか。素肌にこれきてます。これがね、またうまいんですよ、この卵醤油だれが。いや、全然、いや、そんなのお前その黄身醤油の味だけやぞ。粘り気が消えた。なんで粘りが消えた。ない粘り気が。ほらなくなった。なくなったらあかんの。ほんでよ、ちょっと見栄えこそはあんま良くないですけど、完成です。なんでもう一回混ぜたら復活したんかな、はい、ちょっとこれではいただきます。ちょっとちょっといただきます。いいじゃない。ああ、粘り気が消えた。それを言わんかい。うわ、ぬめぬめした餅ですね。いや最悪や、もうさ想像通りやね。餅ってこんなぬめぬめしたあかんねや。味はうまいですけど食感が最悪っすね。いやいや、醤油、それ醤油の味やからな。うん、気持ち悪いですから、そのうん、粘りと餅気持ち悪いです。ただ減っとるだけやない。味はうまいですけどペロッとすな。食感終わってますね。納豆ってやっぱすごかったですね。ちょっと納豆いただきますよ、このね、細いな納豆言うても、うわ、もうまたまためちゃくちゃいいとはずやん。さらないんか、家。あの、うん、ペロッとすな、お前。うん、納豆がね、一番うまいっすわ。ペロッとすな、お前。ちょっとショックですね。さらないんか、納豆いかないですね。今回三色餅納豆は大失敗でした。餅納豆でいいの。次回もね、ちょっとなんかコロナ思いついたら、挑戦したいと思いますんで、またご期待、お楽しみにください。どうもありがとうございました。何やねんこれ。何を見せられたの。どう、ラジオと。いや、おったで。こう言いました。大失敗やったわ。
いやいや、想像つくやん、別に。いやいや、俺な、やっぱな、餅が水分も含ませたらあかん。めちゃくちゃまずい。そりゃそうよ。うん。でも、これ第1弾やから。職人シリーズ。第1弾にして、もう、最終回。いや、違う。成功するまでやめへんから。何かちょっと考えて、また次回も挑戦してから。じゃあ勝手に入ってきたんよ、ここから。うん。ちょっと待って、見て。うん。挑戦するからね。お願いします。それ勝手にしてくれたらいいけど。